皆さんこんにちは、ジャンゴです。今回紹介する史実の競走馬はこちら、至高の金剛石、里のダイヤモンド。2013年1月30日、父ディープインパクトのもと、ノーザンファームにて、牡馬として誕生。生後半年後のセレクトセールで、2億4150万円の破格の値がつき、落札した里見はじめ氏は、馬の額のナイアガラと自身の勝負服にちなんで、里のダイヤモンドと名付け、里のダイヤモンドは、池井康俊厩舎に入厩。2歳の11月にデビューした里のダイヤモンド。デビュー戦では自身の落札額を上回り、同じく父ディープインパクトの素質馬ロイカバードお餅を使わず勝利し、間に2歳500万下の勝利を挟み、3歳年明けの如月賞で再びロイカバードが再戦。里のダイヤモンドは鞭を1回入れるだけのコースレコードで完封し、無敗のままクラシック最有力候補として皐月賞へ向かった。しかし皐月賞では里のダイヤモンドは本番をダービーに見据えて8割仕上げで出走され、なおかつ最後の直線で遮光される不利があり3着に敗れてしまった。池江調教師は里のダイヤモンドのデビュー当初からダービーを目標に掲げ、むしろここまで逆算して調整し続けてきた。皐月賞を敗れたのは残念ではあったものの、里のダイヤモンドはこれで一段と筋肉が引き締まり、名は体を表すように最高の輝きを放って本番の日本ダービーに臨んだ。4コーナーカーブ、その内から11番マーチングローズ、8番里のダイヤモンドは外へ持ち出す。その後に3番マカヒキ、外に出した1番ディーマジェスティ、直線コースへ入りました。先頭は2番のマイネルハニー、6番アグネスコルテ、外から18番プロミガルさん、並んで400を切りました。その外に出した5番のエアスピネル、坂を上がってくる。8番里のダイヤモンド、この間を狙って3番のマカヒキ、外から1番のディーマジェスティ、1番ディーマジェスティ、さあ5番エアスピネル、8番里のダイヤモンド、間を割って3番マカヒキ、外から1番ディーマジェスティ、さらには10番のスマートに、先頭は8番里のダイヤモンドと13番マカヒキ、マカヒキ、里のダイヤモンド、並んでゴール。3番手に1番のディーマジェスティ、さあマカヒキか8番里のダイヤモンドか、2頭全く並びました。写真判定の結果、鼻差8センチ及ばず2着という結果に、さらにレース後左後ろ足が落鉄していたことが発覚し、力負けしたなら納得できるが、なんでダービーに限ってこんなことが、と陣営は諦めきれない悔しさをにじませた。そして里のダイヤモンドはもともと凱旋門賞の出走プランもあったが、落鉄の影響で爪がボロボロになり不安があったため回避し、秋はクラシック最後の一冠の菊花賞に照準を合わせた。その前哨戦の神戸新聞杯では、夏の上がり馬のミッキーロケットの勢いを根性で首差抑え込み勝利。そして本番の菊花賞では、里野の馬は G1 をかけないというジンクスと、ディープインパクト3区は芝 3000m 以上を勝利したデータがない、さらに春の G1 に千賀不運など様々な要素が重なり、里のダイヤモンドは一番人気に押されながらも二重丸は一つも押されなかった。それでも陣営はアクシデントさえなければ勝てる自信があり、ルメール騎手は多少距離を長く走っても内に入れず外外でレースを進めた。7回菊花賞スタートです。バラついたスタート、あと赤い帽子、その前に黒い帽子、里のダイヤモンドが前、その後ろからディーマジェスティが馬体を合わせた。この2強が馬体を合わせた。早くも火花を散らしている。3、4コーナー中間点、坂の下りを一緒に下るぞ。里のダイヤモンドとディーマジェスティ、悲願かそれとも2冠か。さあ4コーナー、両馬とも射程に入れて、前を射程に入れて直線コースに入ってきた。未来の翼が先頭にマシンのリード、里のダイヤモンド持ったままだ。里のダイヤモンド、ここに先頭に変わる。ディーマジェスティ、外から皐月賞馬が襲いかかってくる。一番外から一方ライン、一番外から一方ライン、しかし抜ける。やっとやっと悲願が叶う。里のダイヤモンド、里のダイヤモンド、内からやっと出る。ディーマジェスティはその後ろの一方ライン、悲願叶った。里のダイヤモンド、この一冠だけは渡せなかった。悲願の G1 制覇にジンクス破りと、さらに長距離レースと思えないほどの余力のある鑑賞劇に、
里のダイヤモンドの輝きは最高潮に達し、さらなる進化を遂げる。さらには押し上がっていきました14番シュバルグラン、その内からは10番のアドマイアデウスが続いていきました。あとは6番サウンズオブアース、デニム・アンドルビー並んで追い詰めていきました。あとは16番のマリア・ライトです。残り400の標識を通過、北三ブラック先頭だ。北三ブラック並んでゴールドアクター直線コースライター、さらにはサトルダイヤモンド、アドマイアデウス、さあ広がった先頭はゴールドアクター北三ブラック、ゴールドアクター北三ブラック、外からサウンズオブアース、サトルダイヤモンド、さあ広がる。200を通過した、北三ブラック先頭、北三ブラック先頭、2番手にはゴールドアクター、そしてサトルダイヤモンド、3番手からマリ接近、3番手からマリ接近、北サンブラックか、サトルダイヤモンドが並んでゴールイン。捉えたか、捉えたか、それとも残したか。人気2頭の一騎打ち。ルメール騎手は感極まって馬上で涙し、競馬は時々難しいけど今日は素晴らしいとコメントした。そしてサトルダイヤモンドは翌年の最大目標を凱旋門賞に掲げ、ファンも陣営も世界で輝く姿に期待を寄せた。しかし里のダイヤモンドはここがピークと言わんばかりに至高の輝きに陰りが見え始めた。翌年2017年の阪神大賞典を快勝し、北サンブラックとの再戦となった天皇賞春では、戦前から1992年の天皇賞春以来の世紀の対決だと称されるも、北サンブラックが世界レコードで駆け抜け太刀打ちできず3着に敗れた。それでも予定通りフランスへ遠征するも、前哨戦のフォア賞は6頭中の4着、本番の凱旋門賞は18頭中の15着と惨敗した。帰国後年内休養に当て、翌年2018年の金庫賞大阪杯では新勢力のスワーブリチャードに連敗するも、宝塚記念でファン投票1位になった。その期待を背に第4コーナー手前から進出し、勝ちに行く競馬をするも、最後の直線半ばで失速し6着に敗れた。里のダイヤモンドが終わった、ファンはそう思った。だが秋初戦の京都大賞典でダービーで肉薄したマカヒキの鞍上の川田優雅騎手とコンビを組むと、改名を照らす輝きを一瞬だけひらめいた。さあ私の行くべき道を照らして、さらには健闘、そしてスーッと外から2番の里のダイヤモンドも中段先段へと取り付いて、アルバートもそこをうまく差を詰めて今直線コースに向かいました。逃げる11番ウィン・テンダレス、ウィン・テンダレス、リードが3馬身にある。追い込んできた2番サトノダイヤモンド、2番手前を捉えるシュバルグランが3番手、外からは5番のアルバート追い込んでくる、さらには3番ブレスガーニー、残り200を通過した。サトノダイヤモンド先頭、間をついて4番レッドジェノバ追い込んでくる、レッドジェノバ2番手になった、3番手は5番のアルバート、レッドジェノバ2番手、先頭サトノダイヤモンド、ゴールグランプリホース里のダイヤモンド、ヨドです。これが金剛石の放つ最後の輝きとなった。ジャパンカップ有馬記念を共に6着で引退し、守護馬となった里のダイヤモンド、サンクたちは早ければ2022年6月にデビュー。前評判はかなり高く、父のように一瞬の輝きを放つ馬になるか、怪我なく頑丈に走り続ける馬になるか、はたまた父を超える永遠の輝きを放つ馬になるか、ファンたちはデビューの時を待ち望んでいる。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。